合成樹脂、合成樹脂、合成樹脂とは人為的に製造された高分子化合物からなる物質を指す。合成でない天然樹脂には植物から取ったロジンや天然ゴム等があり、鉱物質ではアスファルトが代表例である。合成樹脂から防止されたセミは合成繊維と呼ばれ、合成樹脂は過疎性を持つものが多い。プラスチックという表現は元来、 可塑生物質という意味を持ち、主に金属結晶において開花したものを基盤としており、合成樹脂同様日本語ではいささか曖昧となっている。合成樹脂と同義である場合や、合成樹脂がプラスチックとエラストマーという二つに分類される場合、また原料である合成樹脂が成形され硬化した完成品をプラスチックと呼ぶ場合よは印象的なイメージなど、 多様な意味に用いられている。よって、英語の学術文献を書く場合、プラスティックは全く通用しない用語であることを認識すべきで、レジン、樹脂、合成樹脂などと明確に表現するのが一般的である。合成樹脂は、主に石油を原料として製造される。金型などによる成形が簡単なため、大量生産される各種日用品や工業分野。 医療分野の製品などの原材料となる、製品の使用目的や用途に合わせた、特性、性能を有する樹脂の合成が可能であり、現代社会で幅広く用いられている。一般的な特徴としては等が挙げられる。しかし現在では、使用目的に応じて、これらの性質に当てはまらないプラスチックも開発されている、などが製品化されている。また、以前は、 再利用が難しくよくゴミを最終処分場に混じっていたプラスチックだが細かく分解して熱を加えることにより元の原油として再利用が可能になっている。このことを言うかという合成樹脂は高分子化合物の一種である。例えばポリエチレンは炭素2個のエチレンを多数繋いだ10合体であり、この場合のエチレンはモノマーと呼ばれ、ポリエチレンはポリマーと呼ばれる。 物は一つ、ポリはたくさんを意味する、接頭時である。モノマーをつなげていく反応を、重合反応と呼び、モノマーがつながっている個数を、重合度と呼ぶ。エチレン500個がつながった、ポリエチレン、炭素数100例の重合度は500である。重合度が大きくなるにつれ、より硬くより強い樹脂になる。ポリエチレンは熱をかけると溶けて流動するので、その状態で成形する。 流動し始める温度、融点は分子量が大きくなるほど高くなる。分子量が一定以上に大きくなると熱をかけても流動せず、さらに温度を上げると分解する。用途によって2種類以上のモノマーを使用して合成樹脂を作ることがある。これを強重合と呼ぶ。例えば自動車の内装に多用されている ABS 樹脂はアクリルニトリルマイナス豚次元。 マイナススチレン樹脂略称で高い強度と耐衝撃性を有する。硬いが衝撃に弱く割れやすいアクリルに取リる樹脂とスチレン樹脂の性能と柔らかいが衝撃に強い豚自ン樹脂の性能を組み合わせ強度と耐衝撃性を両立させている。アロイとは日本語で合金と呼ばれるもので金属の華々しい開発に樹脂開発者が憧れて命名されたと言われている。 共重号は、モノマーの配列の仕方によって、ランダム共重号、ブロック共重号、グラフトと共と重号に分類される。ランダム共重号はモノマーがランダムに結合したもの。ブロック共重号は、単一モノマーでできた、ある程度の長さのポリマー同士が縦に繋がっているもの。グラフトと共と重号は締め縄に似ている。単一モノマーでできた長いポリマーのところどころに違う。 種類のポリマーがぶら下がっている。強重合は2種類以上のモノマーが科学的に結合してできているが、ポリマーアロイは一種の単独ポリマー同士を混合して製造する、アロイは合金のこと。ポリマーアロイの例として耐衝撃性ポリスチレンがある。ポリスチレンは蒸気のように硬くて割れやすいが、少量のゴムを混合することにより割れにくい性質を、 持たすことができた。1835年に塩化ビニルとポリ塩化ビニル粉末を発見したのが最初と言われる。初めて商業ベースに乗ったのは1869年にアメリカで開発されたセルロイドである。これはニトロセルロースと小脳を混ぜて作る熱化塑性樹脂だが植物のセルロースを原料としているので反合成プラスチックと呼ばれることがある。 セルロイドはもともとアフリカゾウの乱獲による造ウの不足を受けたビリヤードボール会社の公募によって商品化されたものであり、ビリヤードボールをはじめフィルムやおもちゃなどに大量使用されたが非常に燃えやすく、また劣化しやすい性質があるため次第に使用されなくなった。本格的な合成樹脂第1号は1909年に アメリカのレオベイクランドが工業化に成功したベークライト商品名と言われている。フェノールとホルムアルデヒドを原料とした熱硬化性樹脂で一般にはフェノール樹脂と呼ばれている。その後、パルプ等のセルロースを原料として、レイヨンが石炭と石灰石からできるカーバイドを原料にポリ塩化ビニルなどが工業化された。戦後、石油化学の発達により、 主に石油を原料として多様な合成樹脂が作られるようになる。日本では1960年代以降、日用品に多く採用されるようになる。1970年代には工業用部品として使用可能なエンジニアリングプラスチックが開発され、1980年代にはさらに高度なスーパーエンジニアリングプラスチックが使用されるようになった。 これらの合成樹脂は金属に代わる新たな素材として注目されている。1970年頃まではプラスチックスという表記が見られた。これはアメリカでも同様でプラスティークという形容詞 S で集合名詞としていたが名詞であるという意識が高まり S が抜け落ちた。その時期は日本より約10年早い。なお形成外科をプラスティックサージェリーというように 形容詞プラスティックの原理は、形を作る、成形による、成形可能なといった意味でる。熱硬化性樹脂は、加熱すると重合を起こして、高分子の網目構造を形成し、硬化して元に戻らなくなる樹脂のこと。使用に際しては、流動性を有するレベルの比較的低分子の樹脂を、所定の形状に形し、その後加熱等により重合反応させて硬化させる。 接着剤やパテで A 液、機材と B 液、硬化剤を混ぜて使うタイプがあるが、これは熱硬化性樹脂のエポキシ樹脂で混合により重合反応が起こっている。熱硬化性樹脂は衝撃後圧縮強度、解強度が低いため、人生や成形に時間を要するので、生産性においては熱化素性樹脂に劣るものの硬くて、熱や溶剤に強いので、 電気部品やテーブルといった家具の表面処理、灰皿、焼き付け塗料、炭素繊維強化プラスチックなどに使用される、など。熱化塑性樹脂は、ガラス点温度、または融点まで加熱することによって、柔らかくなり、目的の形に成形できる樹脂のこと。一般的に、熱化塑性樹脂は切削、検索等の機械加工がしにくいことが、他。 加温し軟化したところで金型に押し込み、冷やし固化させて、最終製品とする射出成形加工等が広く、用いられている。熱硬化性樹脂よりも人生が優れ、成形温度は高いが短時間で成形できるので生産が優れる。熱化素性樹脂を用途により分類すると、家庭用品や電気製品の外箱、ハウジング、雨戸や窓のサッシなどの建築資材、フィルムや、 クッションなどの梱包資材等、比較的大量に使われる。など。家電製品に使われている歯車や軸受け、CD などの記録媒体等、強度や壊れにくさを特に要求される部分に使用される。略して、エンプラとも呼ばれる。など。特殊な目的に使用され、エンプラよりもさらに高い熱変形温度と、長期使用できる特性を持つ。 略して、スーパーエンプラとも呼ばれる。など。別途熱化塑性樹脂を高度で分類すると、蒸気の高度高めの、プラスチックと高度低めの、柔らかく、弾力がある、熱化塑性エラストマーがある。形状記憶樹脂は、形状記憶合金と同様に、塑性変形された樹脂が、所定温度以上に加熱されると元の形状に、 戻るという得意な性質を備える樹脂で、形状記憶合金に比べて、軽量で廉価であり、変形時の形状の自由度が、形状記憶合金よりも高いなどの特徴を備える。合成樹脂を用いた複合材料の一種として、繊維強化プラスチックがある。繊維強化プラスチックの代表的なものに、ガラス繊維強化プラスチック、GFRP と、 炭素繊維強化プラスチック CFRP がある。ガラス繊維は引っ張り強度がプラスチックよりはるかに強いので、成形部品の強度向上によく使用される。炭素繊維の強度はガラス繊維よりさらに C が高価なので、CFRP は軽くて強い、高価な素材として航空機等に使用されている。など、日常生活のあらゆる場面で使われている。 太平洋ゴミベルトは北太平洋の中央およそ成形135度から155度北緯35度から42度の範囲に漂う海洋ゴミの海域である浮遊したプラスチックなどの破片が北太平洋循環の海流に閉ざされ非常に集中しているのが特徴の海域である太平洋ゴミベルトの面積はテキサス州の2倍に相当する プラスチックは海洋生物にとって最大の脅威となっている。海洋生物がゴミを食べ物と間違えて食べることにより、結果として海洋生物が大量のポリスチレンを摂取してしまう。このため、ポリスチレンが海中で分解されなくても、魚や海洋哺乳類の消化管で分解される可能性がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。